ちゃんです。たくさんの動画の中から選んでくれてありがとう。最後にグッドボタン、チャンネル登録お願いします。はい、おはようございます。今日の保護猫、保護猫ちゃう、第二ハウス EC の社員たちです。でここで3匹かな、1、2、3、4、5、6、思ったらやべえ、1、2、3、奥にもね、4、5、6、7かな、7、8、9、10、11、12、キキちゃんこんにちは、12、13、14、14にいることはここに4匹行こうかな、18匹やったかな、何匹やったかな、はいはい、1、2、3、いた、ほら、何してんねん、1、2、おいで、おいで、おいで、3匹いることは17匹なわけないね。もう1匹、あ、18匹、ここにいてますね、はい、18匹ね、これで終わりました。はい、こんな感じ。キキちゃんもまだちょっと隠れてんかな、な、キキちゃん、キキちゃん乗っときや、まだ来んか、ももちゃん、ももちゃん、ももちゃんはね、はい、みなこ、みなこ、みなこ、みなちゃん見えないね、ちょっと電気がね、暗いんですよね、みなちゃん。まあ昨日はね、急に雨降ってきてね、えらい風が吹いて寒かったですね、晩は。だけど今はちょっとね、マシかな。まあいろいろね、よう思ってたことね、あったけど、何やったかな、ねえ、ねえ、なんか届いたかな、なんかね、いろいろ送ってくださった方ありがとうございます、ほんまにね。もう毎日がね、もう忙しくて忙しくて、昨日もライブ中ね、ワンバンコーと入れた後、ちょっとしからね、ここで見てた、寝てしまったというね、はい、周太郎くんね、ほんまに眠たいから、ほんまにもう考えることがね、ポンさんの頭はもう超えてると思いますわ、はい、昨日から出してもうてますこれ、ね、この子ね、な、はい、北川ちゃん今日は眠たいかな、みんな、まあまあ眠たいな、今日は結構みんな眠たそうです。ポンさんも眠たいです、まだ。まあ、こんな感じで、まだここは進んでない中で、今日穴開けてもうて、ね、結局これでね、いろいろね、ここから何で伸ばそうかいうことで、ね、大工さんとも相談して、まあ、切ってもうたり、背中がね、穴、ちょうど開くのをポンさん持ってないから、ね、これ何で、やろうかいうことで、ね、竹の埃がやっぱりちょっとすごいね。ここで竹でこっちに落とそうか、ね、こっちに入れようか、悩んだ結果ね、塩ビパイプでね、黒でやっぱり竹した変かな思って、そうやし、ちょっとの力でね、ここに穴開けてやってたら、結局その負荷的なもんが大きいからね、ここパイプにね、水漏れ対策しなければいけないからね、竹とのなら、ちょっとした負荷でね、圧でちょっとここのパイプのあれが緩、止めて、ね、つけてるところが圧かかって弱になるんじゃないかなと思ったりして、結局ね、塩ビのパイプにしようかとかいろいろ考えた結果、これ使ってやるかなとね、これやって曲がるんですよ、あ、これは曲がらんかな、うんと、曲がるやつなんですよ、これ、ね、パイプ機能こうできて、これね、これでしようかなと、これはね、曲がるんですよ、これがだからここでね、つけてパイプを切ってね、こういう風にこいつをね、こっちで刺してもうてね、圧で逃げれるからね、ここ、うん、
初めはね、これにしようかなと思ってんけど、これでこういうやつでホースでここにあってホースにしようかな思ったんですけどね、一番そっちの方がええと思うんやけどね、だけど容量的にね、そのこれの大きいやつがねちょっと見当たらんからね、急遽これにしてんけど、これでどうかなって、これを穴開けてもうて、まあこっちで下でもできるかな、これね、こういうふうに、ね、こういう形にもできるし、これから塩ビパイプ、ちょっとこれケツが上がるからね、ちょうどまっすぐになると思うんです、これね、今こういう状況やけど斜めになってるけどね、これがまっすぐになってまっすぐに下ろして、これでここでまたね、この下のところでまた これを、ね、使ってこっちに落として、それで最終これからねこっちに流そうとは思うんやけどね、塩ビパイプ下に来て、その下に受け皿としてね、ホコリとかね取るようなね、やっぱり髪の毛とか毛とか入って、ここで一旦キャッチするようにせんとね、ホコリを、だからその綿引いて水素じゃないけど、うん、それをしようかなと、まあ、こっちはこっちでね、循環パイプの下にここに穴開けてもらおうと思ってね、これでも落とすことにしようってね、やっぱりこの辺でね、この辺で水を止めてもらおうってね、でパイプ穴開けてもで陶器に、それでパイプからこっちにね落とすようにしようかなと思って、チューブがなんかで、その下に同じようにそのホコリ対策のあれをしようかなと、まあここ石並べるんやけど、だからねここに一応取ってつけてるんですよ、それで石も軽いやつにしてるんでね、乗せてもジャリ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 、その何やかな、音鳴るタイプ、防犯防止のための防犯用のね白い石があるんですよ、それをここに引き詰めて軽いからね、それで取ってであげて、そのこの中の動けるようにしてるからね、塩分のパイプの中にちょっと横穴開けて水が通るようにして、それでその真ん中に面綿っていうか、そのホコリを取るキャッチするようなものをねちょっと置いとこうかなと、だからここでね掃除できるようにしようかなと思ってます。ね、だからここはだから外せるようにしとかなあかんのかな、ここのパイプはね、うん、外せるようにしとかんと取れないのかな、で先っぽはやっぱりそのパイプじゃなくてホースがいいかもかなんね、逆に柔らかいね、ちょっといろいろ考えますんで、あとのことも考えとかなあかんからね、なかなかね掃除のことも考えとかなあかんからね、いろんなねことを想定した中でこれを仕上げていかんと、後で失敗したわ、あれやったらよかったわやってまうからね、いろいろちょっと想定して考えてます。はい、まあ、そんな感じでまた楽しみにしてください。はい、以上です、ありがとうございます。みぎちゃんから一言、僕たちの友達が道路で亡くなっていたらシャープ9910に連絡お願いします。